いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。お、ナポリタンがあるじゃねえか。俺ナポリタン大好きなんだよ。俺も好きだぜ。うめえよな、ナポリタン。このお店のはケチャップたっぷりでいいよね。いや、みんなが大好きなナポリタンについてとっておトリビアって言い方久しぶりに聞いたわ。ナポリタン発祥の地はなんと横浜でしょ。え、そうなの？イタリアっぽい響きなのに。さっちゃん物知りだな。結構有名よこれ。横浜発祥のものって結構あるのよね。どうした足立さん。いや、話のオチを失ってちょっと戸惑ってるだけだから気にしないでくれ。あ、なんかごめん。ごちそうさまでした。ありがとうございました。すまねえな、いつもおごってもらっちまって。いいってことよ。これでみんなが元気になんなら安いもんだぜ。だがおごられっぱなしで普通にしてるってのも厚かましいし、今度は俺にも出させてくれよ。いいって気にすんなよ、水くせえな。そうか。じゃあせめて次は俺のポイントカードだけでも出させてくれ。それは厚かましいな。私は彼女に最高の指輪を捧げる。そのために世界を股にかける旅に出る。まずはそのための装備、そして信頼できる仲間を集めなければならない。なんか急に眠気が。しまうかと思ったぜ。
よし、寝ずにいられたね。私の剣に何かすごい力が集まっていく。これであの悪竜から強い鱗を引き剥がせば、私の求める最高の指輪が。やっぱ映画館って眠くなるわ。面白かったな。ようやくラストシーンだな。くらえ、私の剣の最強必殺技。よし、これで悪竜を倒したぞ。さあ、次の素材を探しにいざ行かん。すごく良かったです。任せとけ。感動しました。そうだな。鍵がねえな。ボコボコ。
コにされてえのか。たぶん勝てると思ってんのか。どうしようかな。なめんなよ。見せてやる。それでは